ロッテの角中勝也外野手が19日、ゾゾマリン内で契約公開を行い、国内のエリートサラリーマンくらいの年俸を上げてもらったかな。知らんけど、去年5,555万円にしたので6,666万円です。と、角中節、で会見を行った金額は推定。プロ17年目の今季は、86試合に出場し、打率2割9分6輪。 キャリアハイとなる9本塁打をマークした7月24日のソフトバンク戦 ZOZO マリンではオスナからプロ初のサヨナラ弾を放つなど勝負強さを見せつけた個人的には悪くないシーズンだったとは思うけど結局後半戦からはオリックスに完全に力の差を見せつけれられたというかすごく感じたというのはあるのでまあそこをひっくり返せるようにやっていくしかないですねと振り返った 藤原や和田ら外野手の若手が台頭する中でも今季はスタメン出場が増えたが、もうレギュラーとして常に出続けるのは無理だなと思ったので、極端な話、全打席途中からでもいいかなと。むしろ来年に関しては代打一本でいくくらいの方が多分チームにとってはいい。結局、若い子らが全然しっかりしてないんで。 結局そいつらがしっかりしないとまずは話にならないと若手への喝を入れた。来季こそリーグ優勝を叶えるため、縁の下の力持ちとしてチームを支える。